干してしまいました。おはようございます。アストロタイガー解凍機の細です。今日はキャンピングカーの温水ボイラーについてです。私のアストロタイガーは15年以上改造し続けていますが、この温水ボイラーについては24年前のままです。今回は温水ボイラーでお湯が沸く時間や温水を使用できる時間についてお話ししたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。温水ボイラーを使用する前に給水口より清水タンクに水を入れます。アストロタイガーの清水タンクは3列目シート下にあります。この給水口も15年の間に改造した場所の一つです。もともとアストロタイガーの給水口には鍵がついていなかったので、鍵付きの給水口に交換しました。この給水口につきましては NC 福山.com で販売しております。 NC 福山.com のサイトは動画下の説明欄をご覧ください。テプラで大体の目安を貼っています。アストロタイガーの清水タンクは満水で約70リットル入ります。清水タンクが満水になると給水口から水が溢れます。清水タンクに水を入れたらポンプのスイッチを入れます。ポンプのスイッチ自体は24年前のままですが、スイッチの切り忘れを防ぐために後から緑色の LED を追加しました。今は温水ボイラーに水が溜まっている途中です。温水ボイラーに水が溜まってないのですぐに水が出ません。音が変わりました。よし、温水ボイラーに水が溜まりました。これで温水ボイラーに着火できます。温水ボイラーはプロパンガスでお湯を沸かします。ですがこちらのアダプターを使うとアウトドア缶でも使用することができます。またこちらのアダプターを使うことでカセットガス缶でも使用することができます。3本セットできます。温水ボイラーでお湯を沸かす前に水の温度を測ってみます。今のお湯を沸かす前の温度ですが、水温は 7.8 度みたいです。季節によってタンクの水の温度も変わるので、お湯の沸く時間も変わってくると思います。冬に温水ボイラーをカセットガスを使ってお湯を沸かしたら何分かかるか測ってみたいと思います。プロパンガスの代わりにカセットガスをセットします。開きます。
ただいまの気温が 2.5 度ですね。寒と、それではボイラーに着火します。これは古いタイプなのでライターで着火します。この温水ボイラーの使用方法は前回の動画をご覧ください。着火しました。それではストップウォッチを開始。これでカセットガスでどのくらいの時間でお湯が沸くのか測りたいと思います。お湯が沸くとボイラーの火が種火になります。あ、どんどん下がってますね。今 1.9 度です。ちょっとなんか炎が弱くなってる気がしますね。最初のボーっていう強い音がしてないですね。これはちょっと時間がかかるかもしれません。火が消えました。あ、47分経ちましたが火が消えました。多分プロパンガスでは火がつくんでしょうけど、カセットガスでは気化できなかったみたいです。現在の気温はマイナス 0.1 度。ちょっと冷えすぎましたね。そんな、もう比較にはなりませんけど、カセットガスは諦めてプロパンガスで沸かします。よいしょ。着火します。よし、50分経ちましたけど、もう一回種火になったのでお湯が沸いたみたいです。途中からですが30分でお湯が沸きました。カセットガスとプロパンガスの比較をしたかったんですが、カセットガスの火が消えてしまったので比較はできませんでした。しかし0度以下ではカセットガスでお湯が沸けないことは分かりました。それではシャワーを浴びたいと思います。今回シャンプーはしていませんが、体を洗って洗顔もして、シャワーの時間約2分40秒でした。はい、昨日カセットガスでお湯を沸かそうとしたのですが、気温が低すぎて火が消えてしまいました。こちらはプタンガスが主成分ですが、今回はこちらのアウトドア缶を使おうと思います。こちらはギガパワーガスっていうイソプタンを使った商品です。イソプタンはマイナス10度まで点火可能なので、こちらで試してみたいと思います。
着火しました。お湯が沸くまでの時間を測ってみたいと思います。ちなみに昨日は気温が0度でしたが、今日は1度高く気温1度です。火が消えました。あれ、消えてますね。まだあるんですけどね。おかしいな。マイナス10度まで使えるはずなので、もう一度着火します。今火が消えてしまいました。こちらのアウトドア缶はイソプタンなので、お湯を沸かすことができるかと思ったのですが、火が消えてしまってお湯を沸かすことができませんでした。はい、今日は最初からプロパンガスでお湯を沸かしていきます。あ、種火になりました。34分ですね。で、お湯が沸きました。アストロタイガーのシャワールームです。もともとの混合線を取り外してサーモスタット混合線に交換しています。サーモスタット混合線に交換した動画は動画下の説明欄よりご覧ください。20リットルのポリタンクです。温水ボイラーが種火になったので湯が沸いたようです。それではお湯が何分使えるか測ってみたいと思います。20リットルのポリタンクがいっぱいになったので、一回お湯を家の湯船に移していきます。うわあ、大失敗、こぼしてしまいました。お湯を家の湯船に移してきました。もう一回お湯を出します。少し温度が下がってきました。もう35度来たので使い止めます。一旦お湯を家の湯船に移してきましたので、完全に連続というわけではありませんが、4分は連続で使えます。4分で使えたお湯の量ですけど、27リットルぐらいお湯が使えました。はい、今回は温水ボイラーのお湯の沸く時間とお湯の使用できる時間を測ってみました。外気温が1度の時、お湯が沸くのに30分以上連続してお湯が使えるのは4分程度でした。ですが、実際にシャワーを浴びるときには、体を流したりするとき以外はシャワーを止めてるので、ゆっくりシャワーを浴びると、私は15リットルぐらい
奥さんは20リットルぐらいお湯を使いますが、それでもお湯が切れたことはありません。実際にキャンピングカーでシャワーを浴びようと思ったら、シャワー室があるかどうかだけでなく、整水タンクの大きさが何リットルなのか、そして温水ボイラーの能力がどうなのかも必要になってきます。プロパンガスの充填問題で温水ボイラーを交換することも検討したことがありますが、今のところ沸く時間や使用できる時間を考えると、今のガス温水ボイラーが一番だと考えています。もしプロパンガスが充填できなくなった場合は、アウトドア缶やカセットガスで使用することになりますが、その場合には温度が下がらないようにガス缶を車内に設置するなどの対策が必要だと思います。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも改造は続きます。ずっとプロパンガスが使えたらいいんだけどな。